ワーゴン YouTube! まだまだ2月です。It's Reggae Month, man! 2月はまだ Reggae Month でございます。ということで、俺はちょっとみんなにね、本当にね、もう今見てる人、そして日本全国の人に、もう特にレゲエファンに、本当に俺はもうね、みんなのレゲエのプレイリストアップデートしてほしい。やっぱりみんなちょっとこう 80s 90s 好きな人はそこで止まっちゃったりとか、2000年前半とか10年ぐらいまで止まっちゃってる人もいると思うんだけど、それはそれでもう一生もうかっこいいと思うんだけど、2021だぜ、もうみんなアップデートしてほしい。本当にいろんなもうやばい曲がもうレゲエのいっぱいあるんで、ちょっと今日改めてもうこれをみんなアップデートしてほしいということで、はい、ストリートジャグラーズ、ベスト版去年出したけど、それに引き続きまだ全然違うこれを出します。2月の17日 Good Reggae Music。 ダンソールミックスと違うのは、レゲエミックスは結構長く聴ける、色褪せません。で、2020から、まあ、このここ1、2年の2019、20、21の曲を多めに入れたんだけど、もういろんなやつらも世代交代してるし、その辺のレゲエのやつらもイケてるんで、マジでみんなプレイリストをアップデートしてください。2021です。 OK? グッドレゲエミュージックミックスからちょっと紹介したい曲が、まあ、ちょっと5曲ピックアップしました。まず1曲目は、これも最近この数週間前にミュージックビデオが出たばっかりです。プロトジェイフィーチャリングコフィー Switch It Up。 これもね、すごいミュージックビデオ見てもらったらすごい分かると思うんだけど、みんなこうキングみたいな、キングとクイーンの集まりみたいな感じ、すげえ長テーブルで、もうみんなバシッとスーツ着て、決め捨てラスタマンたちがめちゃくちゃイケてます。これで、この曲の内容はね、簡単にするとスイッチってこうすぐ変わることね、スイッチね。で、要はなんかこう、奴らはって言ってんだけど、奴らは愛だっつって、自分たちのこと愛してくれてるって言ってるけど、愛してるぜ、ラブだぜって言いながら、それは昨日の話であって過去の話だって言ってんだよね。で、奴らは自分たちの欲しいものゲットしたらもうすぐいなくなる、すぐ変わるって、そんなような曲なんだけど、だけどまあそんなことで、そんなすぐ変わられても、俺らにはそんなネガティブエネルギーはもう、俺らはポジティブなんで、そんなんじゃ俺らは落ち込まないし、めげないぜっていう、ポジティブに生きるぜっていう曲です。簡単に説明すると、もう今すげえざっくり説明したけど、でもこれはね、めちゃくちゃオケもかっこいいし、これはもうみんなプレイリストに入れてほしいです。 Protégé featuring Coffee Switch It Up。 Yeah! じゃあ次の曲、まあ、このアーティスト自体もプレイリストに入れてほしいね。リラ・アイケ Where I'm Coming From。 もうね、何回も何回も言ってるし、いろんなとこでレゲエ好きだったらこの曲はちょっと電波に入ってると思うんだけど、この曲は何回聴いてももう全然、もう何回でも聴ける。これはもうめちゃくちゃもうかっこいい。これは本当にで、やっぱりね、女性アーティストもうこの数年勢いすごいですよ。やっぱりリスペクトもしなきゃいけないし、めちゃくちゃイケてる女性アーティストがもういっぱい、まあ、その中リラアイケ絶対こうプレイリストに、みんなのもう Spotify でも Apple Music でも、もう LINE Music でも何でもいいんだけど、これをプレイリストに入れてほしいです。 Where I'm Coming From。で、これ簡単にリリック内容を説明すると、これはもう自分が旅してて、いろんなことがあるわけじゃん、旅の中。それでふと思って、自分が来たとこ、生まれたとこ、自分のルーツを思えばもうやっぱ強くなれる、私は強いと信じられるっていうような曲なんだよね。もうすごい力強いポジティブな曲ですよ。 Lila Ike Where I'm Coming From。 じゃあ次紹介したいのはダミアン・マーリーの Life is a Circle。 これはね、2021の新曲で、で、セットアップショップボリューム4、ゲットユースインターナショナルっていう、スティーブン・マーリー、ジュリアン・マーリー、ダミアン・マーリーがやってるレーベルなんだけど、そっから出たコンピレーションアルバムの中の一曲で、もうめちゃくちゃこのコロナ禍の中でこれ聞くと、やっぱりこうぐさってくるよね。もう Life is a Circle っていうのは簡単に説明すると、人生はもう円みたいな感じで、ほんといろいろと回ってくるっていう、全てはもうサークルのように、円のように、人生はまあ、そういうもんなんじゃないかと。まあ、これは簡単に言うともう God Tune だね。 God Tune。 Alright、 もうこれもう今ほんとこのコロナ禍の中でこういうレゲエを聴くっていうのはね、もういろんな音楽あるけど、やっぱり特に、まあ、ダンスソールもすげえ、もちろんかっこいいしイケてるんだけど、やっぱレゲエにはこのメッセージ性めちゃくちゃ刺さります。これもプレイリストに入れといてください。もうセットアップショップ4ごと入れといてください、できれば。 Alright、 Damian Marley
Yes, life is a circle. Yes. そしてやっぱりレゲエ、いろんな人たちが出てきた中で、やっぱりこの数年ですね、何回も言うけど新星が出てきてます。ニューアーティストが出てきます。そして彼も絶対にプレイリストに入れてほしい、スキップマーリー。はい、ボブマーリー一家ですよ。で、この曲はね、スキップマーリーフィーチャリングボブマーリーの Higher Place、 Higher Place って曲なんだけど、もうこの曲はね、もう簡単に説明するよ、もう俺の解釈だよ。 Higher Place、 もっと高いところに行きたいと、高いところに連れてってくれって言ってて、で、なんせね、最初ボブがこう語ってるわけよ、いろいろと。もうすごいいいこと言ってて、で、またね、スキップマーリーのね、この出だしがすげえ良くて、で、何を言ってるかっていうと、もう俺は見失ってると、で、見失っちゃってるから道が分かんなくなったから地図をくれって言ってんだよね。そして、あの、未来を見てれば絶対に道が開けるはずです。で、どんなにネガティブで、どんなに困難があってもポジティブにいて、すごい自分の心の声を聞いて、心の声を信じたら絶対に道が開けて前向きにいけるっていう風に言ってる曲なんですよ。でも高みに連れてってくれ、 Take me to a higher place、めちゃくちゃいいですよ、これ。もうスキップマーリーもマストですね、プレイリスト。みんなもうレゲエのマジで、あの、自分たちの何百回も言うけど、プレイリストの中に入れてほしい一人です。スキップマーリー。Alright? 次の曲ももちろん、これに入ってるんですけど、これも絶対プレイリストに入れてほしいです、このアーティストは。ケズナンディ featuring モーティモア。このね、二人とももう結構若手のアーティストなんだけど、二人ともめちゃくちゃイケてる。それのケズナミのアルバムのブラッドラインっていうアルバムに入ってて、その代表曲です。ブラッドライン。ブラッドラインって日本語で言うと、血筋。で、これは、親が子供に向けて歌ってる曲なんだよね。で、まあ親だけじゃなくても、世界中の本当お父さんお母さんが、もう子供に対して、そして、まあ、いろんな、もういわゆる子供たちに対して、次世代に対して、送ってるメッセージで、要はもうやっぱ子供は未来であって、もう全力でその子供に対して時間をつぎ込めっつってんだよね。いわゆるそのサラリーとかもう給料のことばっかり考えてないと、それももちろん大事なんだけど、やっぱり自分たちのファミリー、自分たちの子供たちに思いっきり全力で時間を注いでくれっていう曲で、もうそういうような、まあまあ当たり前っちゃ当たり前なかもしれないんだけど、でもこの当たり前のことってやっぱ当たり前じゃなくなったりする瞬間ってあるじゃん、やっぱりこの世の中だから。こういう曲聴くとやっぱり改めて思うよね、本当に。いやいや、これも本当にもう世界中の親たちへ、もう子供に向けて、もうみんなにビゴですよ、マジで。イエーということで、俺がまあこの中から、まあ、もっといっぱい曲入ってんだけどね、いっぱいその中からあえて選んだこの5曲で、他にはもちろんね、ブジュだったりとか、ね、ドレイアイランドだったりとか、あとジェシー・ライアーとか、あのクロニックス、カバーカとかももちろん入ってますけど、ベレスなんかも入ってるけど、あえてちょっとこの5曲はちょっとピックアップしました。で、この辺をもうみんなプレイリストアップデートしてほしい。Yes! 昔のは昔のでかっこいいけど、今のもサポートしないとやっぱ前に行かないから、やっぱ俺なんかみんな生きてる限りね、昔は昔で過去であって前に進んでいきたいので、皆さん曲もアップデートしてください。そしてマインドもアップデートしてください。心もアップデートしてください。 Alright! 2021! Yes! ということで、また会いましょう。 Bless and love!